リズムボックスはデジタル音楽を再生、整理するオーディオプレイヤーである。iTunes の影響を受けているフリーソフトウェアである。GNOME デスクトップでグストリーマーメディアフレームワークを使って動くように設計されている。2007年11月現在活発に開発が行われている。様々なデジタル音源の再生をサポートしている。 最も一般的なものは、ローカルのコンピュータに保存されている音楽であり、ライブラリーと呼ばれる。インターネットラジオとポッドキャストのストリーミング再生もサポートしている。また、リプレイゲイン標準をサポートしている。ライブラリー内の音楽の検索や並べ替え、プレイリストのグループ化や整理も可能である。カスタマイズした規則に従って自動的に更新される。 スマートプレイリストを作ることもできる。シャッフルモードやリピートモードでの再生も可能である。曲目のレーティングもサポートしており、高いレーティングがついた曲目をシャッフルモードで高頻度で再生することもできる。自動レーティングも選択できる。バージョン0.9以降でプレイリストから音楽 CD を作成できるようになった。 バージョン0.95以降で再生中の曲のアートワークを表示できるようになった。ID3 タグに埋め込まれたものを読み込むだけでなく、インターネットからアートワークを探すこともできる。バージョン0.95以降で再生中の歌の歌詞を表示できるようになった。ただシリアスリリックスなどの歌詞データベースに登録されたものに限る。バージョン0.96以降で 再生した音楽の情報をラスト .fm のアカウントに送信できるようになった。さらに、バージョン0.9.7以降でラスト .fm 音楽ストリームを利用できるようになった。バージョン0.9.6以降で自由な音楽ライブラリーであるジャメンドの閲覧と再生ができるようになった。バージョン0.10.0はダップによる共有をサポートしている。 リズムボックスは GNOME パネルに簡単に統合できる。リズムボックスは以下のように多くの外部プログラムやデバイスと統合を拡張できる。リズムボックスは再生デバイスの認識に Linux ハードウェアアブストラクションレイヤーを用いる。末岡陽子。GNOME 向け音楽アプリリズムボックス3.0リリース。 ソースフォージ JP マガジン2014年1月4日閲覧。ありがとうございます。